はい、こんにちは、魚屋です。いつもたくさんの動画の中から見ていただきありがとうございます。今日は Android のスマホの中に Google アシスタントのルーティンっていうのがあるんですけども、そちらをご紹介したいと思います。こちらを設定しておくとですね、また一段とスマートフォンが便利に使えます。スマートフォン初心者でも分かりやすく丁寧に説明しようと心がけていますので、最後まで見ていただけると嬉しいです。では実際にやってみます。Google アシスタントを立ち上げて、おはよう。こんにちは。現在の時刻は15時17分です。現在気温27度、曇りです。今日は予想最高気温28度、曇りですが、後に雨が降るでしょう。では、どうぞ良い一日を。最新のニュースをお伝えします。今日12時3分のペン。まず、ルーティンというのはどのような機能かといいますと、先ほど見ていただいたように、スマートフォンの Google アシスタントに、例えばおはようと話しかけると、天気を教えてくれたり、今日のスケジュール、リマインダーで予定が入っている場合にはそのリマインダーの内容、そしてスマートフォンの電池が例えば 50% 以下になっていた場合にはその通知、そしてニュースと一連の機能を自動的に話してくれるものになります。では実際にスマートフォンを見ながら説明したいと思います。こちらのスマートフォンが OPPO Reno 3A になります。ではご説明します。こちらの方の検索バーをここの G のところですね、タップをします。そうするとこういう画面になるんですけども、これ機種によってですね、こちらが Google の Pixel 3A になるんですけども、こちらの方はですね、この部分をタップしますとですね、Google アシスタントが開いてしまうので、ここの部分ですね、検索の真ん中をタップして、そしてですね、こちらの方のところをタップしますと、先ほどと同じ画面になります。ですから、お持ちの Android のスマートフォンの機種によって多少異なるかもしれません。そうしましたらですね、この状態でここのその他をタップをします。そしてここのですね、設定をタップをします。そしてここの Google アシスタントをタップをします。そしてですね、この下の方を見ていきますと、ここにですね、ルーティーンっていうのがありますので、こちらをタップをします。そうしますとですね、ここに今ですね、おはよう、おやすみ、ただいま、行ってきます。仕事に行ってきます、家に帰る。というですね、6個のルーティーンがもうすでに入っています。そしてですね、例えばこのおはようの中のルーティーンですね、を確認する場合にはこちらをタップします。そうしますと、まずお天気情報、今日の予定、で今日のリマインダー、そしてスマートフォンの電池残量が少なくなったら通知をする。で、ニュースの再生というふうに、このですね、順番でルーティーンのですね、内容がスマートフォンからですね、流れます。で、この矢印があるですね、このスマートフォンの電池残量が少なくなったら通知をするというのは、これ、パーセントをですね、ここで設定ができます。ですから、例えばですね、仕事に行ってきますと言いますとですね、こちら、通勤経路の交通状況ですね、あとお天気情報、あと今日の天気、音楽の再生というふうにですね、というふうに情報が、流れます。そしてですね、例えばこの中で、このリマインダー使ってないのでいらないという場合にはですね、ここの鉛筆のマークをタップして、外ゴミ箱が出てきますので、こちらでですね、ゴミ箱をタップすれば、ここが削除になります。そしてですね、あと、ルーティンをですね、これ以外にもうちょっと追加したい場合はですね、ここで操作を追加をタップしますと、ルーティンの内容がですね、ここたくさん出ています。例えばスマートホーム。で、例えば照明とかですね、エアコンとか、具をですね、関連付けている方はこちらでですね、ここにですね、チェックを入れればですね、自動的に、例えば照明がつくとか、というふうな操作も追加できます。そしてこちらはですね、自分でルーティーンを作ることもできます。新規をタップしてですね、ここで開始条件を追加で、ここにですね、音声コマンドで、例えばですね、ここで、今回テストにしてみますけど、これをテストっていうとですね、それが操作が始まるということですね。そしてここでですね、操作を追加。で、例えばですね、明日の天気とかですね。メディアの再生に関してはですね、音楽は
音楽設定というところを見ますと、ここでですね、音楽のサービスをですね、選ぶことができます。それで完了。そうするとですね、ここにですね、一番上にテストというですね、ルーティーンが一つ加わりました。そしてこれをですね、実際にですね、このルーティーンを使う場合ですね、どのようにするかと言いますと、Google アシスタントというのはですね、こちらの真ん中のボタンですね、この下にある。これを長押しをすることによって、Google アシスタントがこのように働きます。ですから、ここで、おはよう。こんにちは、魚屋さん。と言いますとですね、先ほどのルーティンがですね、このように開始されます。あと、機種によってはですね、こちらの電源ボタンを長押しをすることによってですね、ルーティンが働くとかの設定もできますので、これはお持ちのですね、スマートフォンによってですね、そこら辺の設定ができるものもありますので、そこら辺必要であればですね、追加していただけるといいかなと思います。基本的にはここですね、を長押しをしますと、このように Google アシスタントというものが働きます。それで先ほどのですね、行ってきますとか、ただいまとかですね、そこら辺の言葉を言っていただければですね、先ほどのルーティーンがですね、働くということになります。そしてですね、アラームの機能にもこのルーティーンがですね、紐付けられます。これはですね、この時計ですね、のところをタップしてですね、これアラームというのがあるんですけども、要するに目覚まし時計ですね、こちらをですね、こういうふうにダブルタップします。もしくはですね、ここでですね、アラームを作ってですね、購入しますと、ここにですね、Google アシスタントのルーティーンというのが出てきます。ここをですね、プラスをして、そうするとこのようなものが出てきますので、例えば、お天気情報とか、今日の予定とかですね、今日のリマインダー、あとニュースの再生とか、もしくはここでですね、操作を追加してできるんですけども、まあ、これでよければ保存。で、許可ですね。というふうにしますと、この2時になってですね、アラームが鳴った時に、ちょっとこれを変えてみます。今15時。37分ですね。39分にしておきます。それでここでですね、曜日を入れておきます。これでですね、設定ができましたので、そうしますと、どのようになるかと言いますと、今ですね、設定したアラームがですね、鳴りました。これ目覚まし時計だと思って、これをですね、これで、オフにします。こんにちは。時刻は、そうするとこのようにですね、先ほどのルーティンがですね、流れてきます。今日は予想最高気温28度。これも非常に便利ですよね。こんな感じでですね、設定しておきますと、目覚ましでですね、目覚ましを止めるとですね、朝のそのルーティンが流れる。もしくは夕方でもいいんですけども、そのような機能があります。ただしこれですね、今ですね、設定したのが、Google Pixel 3a なんですけども、こちらの OPPO の方ですね、の方のこのアラームのところにはですね、その機能がですね、まだ対応していないみたいなんですよね。ですからこれはですね、お持ちの Android のスマートフォンによって対応しているものとしてないものがあるじゃないかなと思います。それとですね、この Google アシスタントというのは、今ご説明したようなおはようとかですね、そのルーティン以外にもいろいろ使えます。例えばちょっとやってみます。こんにちは。今日の天気は？今日の予想最高気温32度、最低気温22度で曇り時々雨でしょう。タイマー3分。はい、3分ですね。では、スタート。リマインダーを設定。リマインダーのタイトルは何にしますか？テスト。はい、テストですね。いつリマインドしますか？今日の15時。はい、リマインダーの設定は15時です。こんな感じでですね、ルーティン以外にも使います。そしてですね、よくテレビのコマーシャルで OK Google と言ってですね、反応するスマートスピーカーありますけれども、こちらのスマートフォンでもですね、 OK Google でですね、声で操作ができるんですけれども、それは設定が必要になります。こちらのですね、 G のマーク、もしくはですね、機種によってはこちらをですね、タップして、ここの G のマークをタップをします。そしてこのその他。そうしましたら、こちらの設定。そして Google アシスタント。
で、こちらにボイスマッチというのが出てきます。こちらで設定をします。この OK Google ですね。画面がオンの時に OK Google と話しかければいつでもアシスタントにアクセスできますというふうに、こちらをスイッチを入れますと、このようにですね、Google アシスタントがハンズフリーでお手伝いができますということで、ここで次へ。ボイスマッチの同意ということですね。このふうに出てきます。これをですね、このボイスマッチの私の声がですね、このデバイスのみに保存されるということ。そしてですね、自分の声がですね、正しく認識できるよう音声モデルがですね、Google に一時的に送信されることもあるということで書いてあります。そしてこれ同意する。OK Google。OK Google。OK Google。それでですね、OK Google を使えるようになりましたと。お使いのデバイスで OK Google と言うと、声が認識されるようになりましたということで、これ終了します。ということで、これでですね、使えるようになりました。OK Google。これでですね、Google アシスタントが立ち上がります。この設定をしておくとですね、また便利に使えると思います。それとですね、先ほどのルーティーンで、仕事に行ってきますとかという場合に、仕事までのですね、交通の状況とかですね、あと時間とかを教えてくれたんですけども、それをですね、自宅と職場を設定する方法をやってみたいと思います。それはですね、こちらの Google マップの方から登録をします。マップを開きます。そしてここのですね、保存済みをタップ。そしてここにラベル付きというのがあるんですけども、こちらをタップをします。そうすると一番上にですね、自宅と職場というのがありますので、自宅はもうすでに設定してあるんですけども、職場は設定してありませんので、ここの職場の住所を設定。で、ここで住所を入れます。まあ、例えば、深谷市。で、まあ、ここで良ければですね、例えばですね、ここの深谷市役所に勤めているとしますと、ここに合わせてですね、それでこれで保存。そしてですね、こちらをタップしますと、ここのですね、とこ職場というふうに変わっています。これを設定しておきますとですね、このルーティーンの中で、例えばこの仕事に行ってきますとですね、言いますと、この通勤経路の交通状況っていうのがありますので、こちらがですね、こちらをですね、言葉で教えてくれるということになります。それとですね、このルーティンの中でおはようと言ったときに、ここですね、今日のリマインダーっていうのがあります。こちらがですね、リマインダーの設定の方法をご説明をします。リマインダーというのはですね、例えば今日の何時何分、まあ明日とか明後日の何時何分に、例えば誰々に電話をするとかですね、まあ、あとはどっかに行った時にですね、場所ですね、何かを買い物するとか、というふうなものが設定できます。こちらはですね、カレンダーから追加をします。カレンダーをタップしまして、このプラスをタップをして、ここにリマインダーというのがありますので、これ例えばルーティーンという文字にしておいてですね、これで保存をしておきます。そうするとこちらですね、これルーティーンというですね、リマインダーが設定になっています。これでアシスタントのルーティンをやってみます。OK Google、おはよう。こんにちは、魚屋さんさん。時刻は15時1分です。現在気温32度、晴れです。ルーティンというリマインダーがあります。ここですね、ここにですね、今ルーティンというリマインダーがありますというふうに、言ってくれたんですけども、このようにですね、設定しておくとですね、ルーティンの中でそれをですね、知らせてくれます。はい、ということで今日は Google アシスタントのルーティンの機能を説明しました。私は、Amazon のエコードットを持っている関係で、Google のスマートスピーカーを持っていないんですけども、Google のスマートスピーカーを持っている方は、この機能がスマートスピーカーの方でも使えますので、とても便利だと思います。はい、ということでこのチャンネルではいろんなスマートフォンの使い方、またガジェットの使い方も説明します。ぜひチャンネル登録、そして最後にこちらの方のいいねボタンもよろしくお願いいたします。それでは今日もありがとうございました。失礼します。さようなら。